まあそれ見せて。でかい株、顔の横持ってきて。はい、でかばあちゃん、これ見て、これさっき待ってよ、これ。はい、おばあちゃん、ありがとう。あー、どうなりました。あー、どうもどうも、めっちゃ楽しみです。嬉しい。上がってみてください。ともくんもありがとう。まあ、わざわざとも お靴に合えばいいですがね。ありがとうございます。いいお年をお迎えください。まあ動画やけど。おばあちゃんもおじいちゃんも、はい、ともくんも来年もよろしくお願いします。こちらこそ先生のね、先生のあのお料理一生懸命頑張ってます。すごいって。動画やけど。はい、ありがとうございます。わざわざどうも。通じてないけど。はい、でね、それとばあちゃん。これと、もう一つね、あの、いただいたのが、ちょっと待ってよ、これ、これ見て、こんな感じ、綺麗に分けちゅう、さすが。あー、まあ、ちゃんとねえ、見た、うん、終わった言うて。うん、よしよし、で、やばい美味しさです、これ、だし醤油で割りましたけど、今もうパパとね、大絶賛、このまま飲める。おー、はちみつ、ゆず、あ、ほんとに美味しい。あ、よかった。いろんな料理が浮かびます。あ、ちゃん、ありがとうございます。あ、さすがはね、料理の先生。めっちゃ嬉しいです、美味しいです。いや、あの、全然あの消毒もしてないですからね。ほんで、動画やて、うん、ということで、よかったね、喜んでくれてるよ、うん、元気ママさん。旦那さんが飲みようと、うん、また送ってあげたらいい。ね、そうやね。いろいろ料理にも、なんか料理を作るのに案が浮かんできたって言ってくれてる。よかったわ。ね、よかったね。さすがよかったろ。うん。おばあちゃん、ちょっとのためになることしよう。いやいや、ちょっとどころか、すごい喜んでくれた。そう、よかったわ。うん、まあ、それ見せて。でかい株、顔の横持ってきて。はい、でか。株、なんかあれやね、あの正月おせちっていう感じやね。株、酢株。そう、酢株。これぐらいかな。うん。まあすごい。いや、喜んでくれて、旦那さんが食べるんやって。うん。やって。よかったわ。うん。また送ってあげたらいい。ねえ、ほんとに。なんかあの、高知のカツオラも食べてほしいね。いや、食べるわ。いや、どうやろう、高知のカツオ食べるかわからんけど。気仙沼かしらいう。うん、夢やね。うん、そこだもん、すごいらしい。あの、サバのあれ、うん、水に溺れてるやん。うん、おばあちゃんの友達取り寄せたと。うん、ああ、じゃあそれこそあの使わんと置いちゅうて、あれも。スカブ、カブス、これでしょうか。うん、ばあちゃん、あの昼のご飯が張りすぎて、お食べれんか、あれ。え、お腹が張りましたか。何を意味が、お腹が張りましたかっていうの。あれ、いっか、うん、何もかも落ちたね、これ。どういうこと。わかんない、このこんな横に持ってる。
うん。うん、まあじいちゃんばあちゃん食べやすい大きさでいいんじゃないでしょうか。俺は口が大きいんでね、その上にのっちゅうちっちゃいやつぐらいやったら一口でいけそう。あんまり小さいしたらね、食べる、うん、おー、カブ、うん、結構皮ぐっすり具合やね。ケチだったらいいか。これが皮じゃ、うん。さあ、俺も昼食一品作り、明日明後日で締めかな。ばあちゃん、紫のあの容器をたぼんぼりがついた帽子はまだある？あれ紫の、うん、ボンボンがついた帽子があったやん。知らん。冬場はあれか、それかが似合っちゅうね、今かぶっちゅうやつは。帽子が欲しいけどね、こんな帽子かぶって家ん中かぶるのは夏場とかベレー帽がいいんじゃないっていう話もあるけど。寒いからよ、帽子かぶったら寒い。まあね、極端な寒がりやけね、ばあちゃんは。甘い。うん。明日までここが塩。塩、はい。出来上がりました。見せて。
沖縄の島、塩を島回すって感じ。お、あんまりよく言うから、うん、いいですね。忘れ去られてた株。そっか、そっか、うちも湯の層使わないから、うん、これ、朝まで、はい、それで置いとく。ほんだ、豆をしちょこ、おい、それはいい、はい、うん、いい昆布やと思うで、ハサミがで、ちゃんと言ったらいいけどね、そんな綺麗なハサミがない。うん。包丁で。ここ、よく出てた、美味しい。うん。このキッチンペーパーで。これ、百姓を垂らすとか。うん。塩漬けしちゃった。うん。一日でだいぶ汁が出たね。このまま使って我慢。カブ、スカブ。こういう状態ね。うん。これまた出ちゃう。うん、すごい出ちゃうね。これ洗わんきね、砂、うん、をのけて、うん、ハサミじゃないときれいね。ハサミあったで。どこに？じいちゃんの部屋に。え？じいちゃんの部屋にハサミある？あんながいやよ。まあ、なんか虫切っちゅうかもしれんけど。洗うちゅうろ、洗うちゅうけ、そんな爪なっちゅうがやないが、そんな濡れたみたいに。わからん、それから濡れたでつついたきそうなったか知らんけど。種を抜けてしたらよかった。しもた。うん、そうやね。辛いでね。いやいや、まあ辛い方が俺はいいけど。種を抜けてしたら綺麗なの。うん。あ、もう先入れとこう。
がこす。これここ置いても我慢が、うん、足が出てる。なにこれって足？下へ これがあるやろ。それ足かえ。ひっつかんと思う。お鍋をちょっとお母さん捨てたりしておいて、うん、お酢、酢はあるでね。あのね、うん、水で水ってあの、あれば入れんきん、白砂糖じゃないといかんね。真っ白ない時、白だと使いとないね。思う。かかったな、これ。うん。それはちょっとしか切りなさすぎやろ。で、大体それで2回目やったら大きく開けすぎるみたいな、出すぎみたいな。そうでもないか。お塩は入れられんきね。うん、入れちゅうか漬け込んじゅうけど、こうやれば塩それでやったら開けすぎになる、だいたい。ほら、もう塊まで入れろ。何のためにそれ入れよった。ラッキョウズ、ラッキョウズって言うとね、火にかけて、お塩は入れんきね、うん、これをつけちゃうけ、うん、味の素あったね、ちょっといけよ。あった、味の素。うんって何？よう出るやん。ルマじゃいかんと思うけど、まあ気持ち。うん。さあ、手袋。これ綺麗なの？いや、あらま。アロマイでも、いや、知らんけど消毒しちゅうのがね、まあ、そう、消毒しちゅうけど、消毒してない手で調理用意って書いてるけ、うん、手は洗うって言うけ、うん、これ洗おうかね。
ラーメンを消毒してやるよね。うん。まだこれあもうないバージョン。もっとあもうにしちゃうかな。うん。ここは上上がってくれん。うん。吹き負けん、大丈夫。負けようやか。あ、暑い。一つできやがった。うん。もうこれでできやがると思う。はい。ちょっと見てみろ、味。そうやね。それでできちょったらよしとしたもんやけね。いいんじゃない。またこれつけ込まねえかな、そんなでかいの。おいしい。うん、うん、よかったね。やっぱりおうちで作ったら美味しいよ。そうよ、全然違うよ。うん、我が家のおせち料理一品できました。はい、できました。うん、おい、これ瓶に移し替えて体もゆるゆる。ちょっと上玉っちゅうけん、ほら、うん、これが玉っちゅうろ、うん、でこれもつぎ込んだらなんと腐る。やめてお塩が全部自家製や。うん、ゆず酢をスカブに入れますとさ、あんまり受け入れられきついけど、いや、ものすごい入ったけど。どうしてこれ、これ見たらわかるろ。あ、そう、うん、そんなことしてたら1年もたんで、ゆず。贅沢に使うたね。これ味見てみたいね。うん、見てみようか。それ、ゆず入れたきね、美味しいろ。はい、食べてみて。いや、俺食べ、ちょっと待って。まあ、食べてみて。え、まあ、ゆずが美味しい。本当のことを言うて、何が足らんか。ゆずがすごい美味しい。それはすごい分かる。おもちはええね。うん。